大丈夫大丈夫、誰だって最初にラーメン作った時は緊張するもんだから。でもお前今まで頑張ってきたんだろ。きっとだからこのお客さんもそのラーメンを食べて美味しいって言ってくれるって。だから厨房から見てようぜ。はい、こちら醤油ラーメン一丁お待ちのさまでございます。はい、ごゆっくりどうぞ。見てようぜ、きっと大丈夫だ。食べるぞ食べるぞ。待って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 、ちょっと待って、箸使わず口だけですすってんだから。なんだこのお客さんは。いや、私のラーメンどうですかって今それどころじゃないから。待って待って、